止まらない円安によって、県内では業績が伸びている企業もあります。石巻市の水産加工業者は輸出量が伸びていて、人員を増やし対応しています。県産のホタテやカキなどを取り扱っている石巻市の水産加工会社、山中です。円安の影響で冷凍したホタテの輸出が好調だということです。 同じ値段でも海外の方から言えば割安で買うことができるということが一番影響しているのかなというふうに思っています。山中はアメリカや台湾などに加工した冷凍のホタテの貝柱を輸出していて今年3月ごろから発注量が増えたといいます4月から先月末までの輸出の売り上げ額は去年の同じ時期の2.5倍以上に上りました これまでの出荷先は国内が7割、輸出が3割でしたが、今回の円安を大きなチャンスとして捉え、人員を2倍に増やし、輸出の割合を9割にまで増やす計画です。このいい状況だからこそ、まあ逆にえっ、ー、とまあ新規販売、あの商品展開であったり、えー、まあ流通網の開拓、これがえっと重要になってくるのかなというふうに思ってます。 一方、円安などによる飼料価格の高騰で、牛の繁殖農家は厳しい経営を迫られています。大崎市鳴子温泉の牛の繁殖農家、湯沙文博さんです。輸入に頼らざるを得ない配合飼料の購入費用は、去年と比べ年間で百万円近く増えると見ています。飼料代が高騰してますんで、 うん子の値段も下がってきているという形で、なかなか生産者として厳しい面はあるんですが、うん国の援助ももうちょっといただきながらうん、営農を続けていければなとは思ってるんですが。